マドンナの東京公演は初日の昨日は強い風雨のため中止となりました。今日も曇り空が広がるはっきりしない天気でした。ステージに登場した黒いランジェリー姿のマドンナは踊って雨を吹き飛ばそうと呼びかけ16曲を熱唱しました。午後7時過ぎからおよそ2時間にわたったコンサートの間中、4万人近い観客は総立ちで手拍子を打ち続けるなど、マドンナの歌とそのムードに酔いしれていました。